さあ地元アメリカのサマンサ・シザリオが紹介されました。ショートプログラムパーソナルベストで4位、3位につけているゴールドとはわずかに 1.85 差です。上位の3人をどこまで脅かすのか注目です。アメリカのサマンサ・シザリオ21歳、カルメン組曲より。トリプルループからシングルループを挟んでトリプルサルコー。まずはシーケンスのジャンプから入りました。トリプルトーループ。トリプルフリップ。ダブルトーループ。柔らかい着氷です。足換えのコンビネーションスピン。フライングシットスピン。場内から手拍子。フィギュアの王道ともいえるこの名曲に負けない演技が続いています。トリプルルッツ。トリプルループ。トリプルフリップ。ダブルトーループ。さあステップへ。よく表現をしながら動いてますね、はい、グランプリシリーズは2年目です。表彰台に届くかどうか。3強に挑む。ダブルアクセル。ラストジャンプも決めました。シークエンス。綺麗なイーグルですね。カルメンを見事に滑り切りました。アメリカの21歳サマンサ・シザリオ、満足そうな表情です。いや、曲に負けてませんでしたね。そうですね、ジャンプに大きな乱れもなく、そして最初から最後まで表情や目線の送り方がカルメンをよく表現していましたよね、はい。まあ、年齢的には21歳ですけれども、グランプリシリーズはまだ2年目。
昨シーズンまでジャンプに安定感はあったんですけれども、はい、なかなか回転を着実にその認定につなげることができずにいたのが今日は非常によく決まっていたと思います、はい、しっかりと確実な回転をしてそしてまた軸のいいジャンプが多かったですので加点が見込めるものもたくさんありました。これは大きく得点につながっていきそうですね。最初のコンビネーションジャンプからスタートして最後のアクセルジャンプまでジャンプのミスは本当にありませんでした。はい、そして回転の心配もあまりこうなかったように思いましたけれどもね、はい、どんな得点でしょうか。 115.62 わずかに 0.5 点ほどパーソナルベストには及びませんでしたがそれでもこの段階でやはり見事な演技トップに立ってきました地元アメリカのサマンサ・シザリオです。